お医者さんもおっしゃいますよね。どうしてもっていう時は仕方ないです。なるべく飲まない方がいいです。高血圧、あと難聴、視力回復。視力回復の場合は全員が 2.0 になるっていうことじゃないです。これに限っては改善ですね、そしたら完治とか治療治るよっていうものですけど、視力回復に関しても今日ちょっとやっていただく、まあ、午後しっかりやるようにするんですけど、部屋が明るくなったとか、例えば見えないものがね、ボケていたものがね、はっきり見えるようになったとか、そういう感想をいただく方がすごい多いです。動機目前、あとね、これもすごく女性の方は嬉しいと思うんですけど、こういったものを自分の疾患やら痛みや悩みを治す過程でウエストが見事にね、くびれてくるんです。